地域医療機能推進機構地域医療機能推進機構大阪港中央病院地域医療機能推進機構大阪港中央病院は独立行政法人地域医療機能推進機構が大阪府大阪市港区磯寺に設置する病院略称野町大阪港中央病院救急国示病院に指定されており一般病床275床を備える 公益財団法人日本医療機能評価機構より、サード G バージョン2.0に認定されている。また、大阪府より、肝炎専門専門医療機関に認定、一般社団法人日本がん治療認定機構の認定研修施設に認定されている。大阪府の救急医療体制。大阪府。2020年5月10日閲覧。AB。病院評価結果の情報提供。 日本医療機能評価機構2020年5月10日へ覧肝炎対策について大阪府2020年5月10日へ覧がん治療認定医認定研修施設日本がん治療認定機構2020年5月10日へ覧大阪府医療機関情報システム大阪府2020年5月10日へ覧外来のご案内 大阪港中央病院2020年5月10日閲覧交通のご案内大阪港中央病院2020年5月10日閲覧ありがとうございます